泣きました。僕はロードカナロア3区で中内田厩舎で安城川田でダノン缶の2冠馬です。どうしても菊花賞に出なくちゃダメですか？中内田ならまだ安田厩舎より絶望感はないな。むしろ2冠馬になれたならいけるいける。鹿野矢作先生もコントレイルで勝つまで確か長距離重賞勝ててなかったし。というかコントレイルで低かった以外に長距離と言えるのリスグラ10の有馬だけじゃないか？そのリスグラの有馬も、中長距離、だからな。馬娘だと聞くと同じ区分だけどリアル競馬だとダービーとかの方が距離区分は近い。これ適正的に良くて2000までで、2400は能力だけで押し切ったろ。ダノンキングリーみたいなタイプか？ダノンキングリーは父ディープだからなんかワンチャンいけそう感あるんだけどこっちは。マジで長距離実績なさすぎるカナロア3区だからな。ダノンでクラシック取れる時点でただのマイラーじゃなさそうだろ。日本ピロムーテイすればいけるいける。それをできる機種がね。距離伸ばして勝てたキングオブ工事枠な可能性を信じろ。あっち母父がリレオやからね。こいつ母父していないから母父がリレオってことにしよう。アーモンドアイを信じろ。信じた結果がファストフォースのデビュー戦だよ。2500で撃沈したじゃないですか。まあ距離以外の原因が大きいとはいえ。アモアイがかなりの外れ値でしかないのもうみんなわかってるんだよな。むしろ気楽に菊花賞挑めるやん。負けた時いくらでも言い訳できるし。実際に3冠失敗したメンツと比べるとマジで父親が長距離どころか中長距離も苦しいっていう主母ば。だから負けた時のフォロー具合は過去一やと思うよ。出ないのは許されないけど負けるのは許されるやつ。頼んでダービー勝った時点で外れ値側の怪物だいけ。菊花賞勝ったら有馬記念はもういいからマイルチャンピオンシップに行け。負けても満場一致で、ですよねー。で終わるから気楽に行ってこい。ダービーの時の単勝オッズ割とついてそう。菊花賞前哨戦を勝ってるかどうかも重要だぞ。今のところセントライト記念か神戸新聞杯を叩いて勝った2冠馬は3冠馬に慣れてるから。これだけでバフ食らって2冠取れるなら、もしともみ地球車で安城ルメールで金子馬だったらディープを超えていたと、断言できる。ダノンならたとえ無茶でも失踪させるぞ。明らかに無理そうでもこれまで出し続けてきた。ダノックスの強行からのその後、はもはや芸術割と重要な場面で2択を外す印象が強い。これで3冠取ったら史上最も期待されなかった3冠馬とか言われそう。2番人気ありえる。なんなら3冠取ったら実況が困惑して変なこと言いそう。3冠取って春天送りにされるところみたい。菊花賞前の馬方や SNS の反応が割と想像しやすい。3冠は取れないけど3歳有馬をうっかり勝ってほしい。サツキ賞は1番人気ありえるけどダービーは若干オッズが上がった1番人気か最悪2番人気。菊花賞は前哨戦の内容にもよるが多分ギリギリ1番人気か2番人気。どうするよ逆に首差2着とかだったら。思ってたより強かった。お前結構やるやん。ってなる。負けたら、ですよねー。勝ったら、お前強いな。になるけど首差2着とか馬券内の結果になった時が、馬勝て一番面白いことになってそう。ですよねー、と、いやお前意外と強いな。なんだこの、どう判断すればいいんだこれ。とりあえず長距離適正試すためにちょっと来年春天行ってみない？ほら高松の宮記念の後でいいからさ、とかで溢れてそう。一番人気でも単勝3倍以上つきそう。まさかの圧勝3冠達成だったらクソ笑う。ここまで来たならいけるいける。オッズが2冠馬とは思えないくらいついてそう。詳しくないんだけどなんでダノンはマイラーなんだ？マイラー向きの馬体の馬買ってきてマイラー育成が得意な安田厩舎か中内田厩舎に預けてマイラーの川田乗せるからというのが定説。頭数的には他厩舎もそこまで変わらないはずだけどその2つはなんか打率高い。これまでの活躍場が気性が荒く年々距離をこなせなくなる馬かマイラーの馬ばかりだった。元は海外から馬を連れてくる面白馬主だったんだけどいつの間にかマイラー軍団になってた。搭載ないし一切馬ながら見栄えのいい馬をよく落としてる。そういった馬が育つと大体マイルあたりが限界になりやすくて、必然クラシックに縁が遠く、一方で短距離マイルに強く出やすい。とかかな。薄い馬買うイメージないんだよなダノックス。中内田ダノンはまあジンクスの範囲川田は比較的苦手だけど昔に聞く取ったことある。カナロアは無理やろ。長距離データも馬体も調子も見たところメンツで最高なのに全員言いよどんでる様子見て爆笑したい。その世界線の馬勝てでわちゃわちゃしたい絶対楽しいぞ。
キングリーだけは大阪杯で逃げたせいでマイラーになってしまった。マイラーになる呪いをかけられている。ノリさんがアンビシャスの再現やろうとしたら誰も北さんしてくれなかったのかわいそう。マジで逃げ馬不在だった。正直この世界戦の馬勝てた分どんな結果でもあれはするだろうけど負けたら、しゃあない、の。連呼で勝ったら、バケモン、の連呼だと思う。ダノン艦の馬が菊花賞に出走すると三冠馬が誕生するジンクスがありましてね。それで本人が三冠やるパターンは確かに見てみたいな。オルフェーブルダノンミル&ダノンマックインコントレイル&デアリングタクトダノングロワール。リバティアイランドダノントルネードなかなか強いな。プレミアムキングリーザキッドベルーガ、適正1800近辺ホースの相馬がヤバすぎないか。怪我なんか当然してない。状況データも絶好調。馬体も最高なのになんだこの不安は。ってスレが立ってる。ロードカナロア3区だからじゃないですかね。テレスが数秒でつきそう。2500超えたあたりで急に失速しそう。父の血。逆に2500よく持ったなになる。道中ずっと、どうせ失速するんやろなって思われてそう。それで逃げ切ったりしたら野田オーナーの情緒はどうなるの？ロードカナロア3区ってことはおそらく KI ファーム3だろうし、ロード会員から2冠の時点で、死ぬほど恨まれそう。母父がディープとかならワンチャン桜爆心王や黒船なら絶望。俺ならカナロア3区で菊に挑むのに敬意を表すわ。母父次第だろうけどそれでも負けてもしゃあないとしか思われん。悪いがこのダノンが負けて叩くやつは多分競馬役だと思うんですよ。騎手が明らかにやらかしたとかでもなきゃ、やはりか。しゃあない、連呼で終わるよね。気象はどんなもんなんだろう。これ菊花賞前後も気になるけどダービーの前後の反応も気になるな。2400は無理派と完成度が違いすぎるから押し切れる派のレス馬がすごそう。でもなんやかんや愛されてそう。三冠取った翌年やっぱり安田記念とかに出てたら笑っちまう。なんなら高松の宮記念出走してもそこまで叩かれなさそう。しかも勝ちそう。安城陽一ならワンチャンあるか。三冠馬が高松の宮記念、なんで前例があるんだろうな。小馬では3階級制覇を狙ってほしい。ハルテン、スプリンターズステークス、マイルチャンピオンシップの3階級制覇か。ダノン一騎はどこぞのシャドウロールの怪物みたく朝日杯勝ってそう。ここまでの戦績を新馬戦、1200、慶応杯2歳ステークス、1400、朝日杯、1600、共同通信杯、1800、皐月賞、2000、ダービー、2400、みたいにだんだんと距離伸ばしてたら笑う。そしてここまで無敗できた場合前哨戦挟むか死ぬほど悩みそう。それグランアレグリア以上に距離延長に気づかないアホ扱いされるんじゃ。馬娘になった時グランちゃん差し置いてひらがな喋りキャラにされるやつ。言うてもまだあどけない3歳だから。5歳で最後200メートルくらいまでは騙されてた。グランちゃんよりは子供だから。でも俺こいつに夢見てしまうんだよな。カナロア3区が2400勝った時点で焼かれる脳が残ってないやつだらけやろ。日本ダービーだからな、脳焼き払われる。ダービー勝ったのマジでノイズすぎて芝。待ってくれよ、スプリンターズステークスに出ないのか。カナロア3区で中内だ旧車で川田もまたがってるのに電撃戦してくれないのか。金庫賞からマイラーズカップの謎ローテで走りそう。父カナロアは母父が欧州スタミナ決闘なら距離持つイメージ。特にキングオブコージとかは母父がリレオで2回サカール目黒記念勝ってる。ここで明らかにステイヤー決闘で春クラシック前線し、札幌記念で小馬G1馬相手に勝利したライバルを一つまみ。これ三冠とか割とどうでもよくてダービー勝ったってとこが主題なのでは。カナロアだしな、中内だだしな、川田だしな、ダノンだしな。で負けても4つも言い訳が用意されてるんだぞ、行かない理由がないだろ。これで3冠達成したらどいつもこいつも陣を離せなくなりそう。こいつ守護馬入りする？聞いたら、どうつけりゃいいんだよ。ってなりそう。いや実際何狙ってつけりゃいいんだ。もしなっちまったらどう評価すりゃいいんだよその3冠馬、起きて破りってことにしておくのか。もし3冠取っていったら常識破りってことで、破天荒、の2つ名がつきそう。三冠馬になってもならなくても小馬戦でマイルやスプリント路線行ってもあんまり文句言われないタイプ。